皆さんこんにちは、さきです。今から一番丁寧な謝り方をご紹介します。仕事中にミスを犯した時や目上の人に謝る時は申し訳ございませんを使いましょう。申し訳ございません。申し訳ございません。遅れて申し訳ございません。お家を壊してしまって申し訳ございません。